代表山本太郎による不定期記者会見を始めさせていただきます。今回、質問いただく場合、挙手いただきまして、こちらが、マイクの前で質問いただくことになります。よろしくお願いいたします。あ、そうです。一言いますか。はい。すみません。昨日、会見場にいらっしゃった方、どれぐらいいらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。よかったでしょ、次の日で。朝まで引っ張られたらたまりませんよね。というわけで仕切り直しです。よろしくお願いいたします。ではご質問ある方からどうぞ。よろしければ挙手いただきまして、前の方にいいですか。はい、どうぞ。どうも、フリーランスの林正明と申します。ですね、この間ですね、令和新選組はコロナも含めて生活困窮者を救うということをもう第一の目的でやってきたと思うんですが、山本代表の活動の原点でもあるですね、脱原発問題ですね、今回5人と 2%、 しかも衆参両院で国会議員が生まれたという状況も考えてですね、今後の脱原発政策をどのようにしていくのかということをちょっとお伺いしたいと思います。ご質問ありがとうございます。主に生活困窮者のみというわけではございません。私たちの経済政策というのは25年の不景気の中にある日本の中にコロナがやってきたことを鑑みれば今お困りの方々に対して、当然底上げも必要ですが、それ以外の方々にも底上げが必要。25年社会にお金が回っていないという状況の中で、やはり、国自体が弱ってしまい、国内企業も弱体化しているわけですから、大胆に全体に底上げをしていくというのが私たちの基本の政策です。で、一方でありがとうございます。私たちの、私自身の原点でもあります、原発のお話ですね。でもこれは、段階的にとか言ってる場合じゃないんですよ。これはもういつ来るかわからないと言われているような大きな地震たくさんあるわけですよね。国内に起こると言われているのは首都圏直下、この周辺だったら首都圏直下であったりとか南海トラフであったりとか、でこれ被害がどれぐらいに及ぶかってことを見るだけでも原発はとてもじゃないけど耐えられないってことはよくわかると思うんですね。例えばですけど首都圏直下によって、直接被害、20年間ぐらい、首都圏直下において、被害、20年間の経済的損失って部分を見ても730兆円超えてます。それぐらいの規模の、大きな地震が起こるのに原発だけ安全ですなんて話はありえませんね。で、南海トラフってところを見ても20年間の GDP の損失、同じようにこれは1410兆円、これを考えるんだったら、一番リアリティを持った、国の、運営を考えるならば原発すぐやめる以外方法がないんですね。2011年に起こった原発事故、これも3メルトダウンで、結果今これコントロールできてませんね。水かけるだけですから、ある意味で収束も数百年単位で見ていかなきゃいけないという代物を抱えたまま、次なる大地震でそれが、いくつもの地域における原発において、事故を起こすようなことになってしまえば、これはもう手がつけられない。何せ、やるべきことは何かというと、やはり、一刻も早く原発をやめる、禁止するってことだと思います。で、当然そこに対して、一番問題となってくるのが原発立地帯にどうするのかってことになってくると思うんですけど、私たちは財政的支援を継続していきながら産業の転換であったりとか、という部分をしっかりと国が後押しをしていく、しっかりと安心をしていただけるような形 で原子力産業であったりとか、例えば石炭産業という部分に関して、石炭火力産業という部分に関して力を尽くしてきた方々に関しても新エネルギーの方で、しっかりと活躍の場というものを広げていただくというような、何でしょう、移行の仕方ですね。で、今回衆議院におきまして議席は増えたものの、それを私たちが、この国の方針として決定できるという立場にはないということは確かです。ですからこれはやはり、国会の中にもいらっしゃる原発について、これはやめていくべきだろうという人も含めた上で、要は絶対的に推進だ、新規、もう立てていくぞというところとはおそらくちょっと話し合いは難しいと思うんですけれど、
段階的にと言われている方々に関しても幅を広げた上でこれを進めていくということを目指していきたい、そう考えています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続きましてどうぞ。時事通信の大塚と申します。ご当選おめでとうございます。まず、下馬評ではですね、1議席獲得なるかならないかとかいう見方もあった中で3議席を獲得するということになりました。代表以前は、1議席でも取れれば勝利とおっしゃったりとか、目標は3から、2桁乗せたいというようなこともおっしゃってました。まずこの3という数字について受け止め、率直な心境、驚きなのか、予想してたのか、あと勝因、何が理由で3議席取れたんでしょうか。ありがとうございます。まずはおめでとうというお言葉をいただきましたが、おめでたくとも何ともございません。これはやっとスタートラインに立てたということを意味することであって、万歳もクソもないということですね。ここからが始まりであって、これからが大変な、道のりだろうというふうに考えています。そしてもう一つ、3議席ということに関しておそらく1議席も獲得が難しいんじゃないの、取れても1だよねというのが永田町界隈であったり、自称専門家と言われるような評論家と言われる方々の、お話だったと思いますけれど、そういう方々がおっしゃる数字の根拠のなさというものが今回現れたんだろうというふうに思います。で、勝因に関してなんですけれども、これは、やはりこの令和新選組を旗揚げする前から、山本太郎の政治活動にお力を貸してくださってた方、そして旗揚げ後、それ以降ですね、この2年間の間に、こういう人間たちを増やしていきたい、国会の中で、活動を広げてほしいというような思いになった方々が主体的に動かれた結果だろうと。勝因は何ですかと聞かれると、一人一人積み上げてくださったものが結果につながったんだろうと。よく山本太郎の個人商店とかっていう言葉も、言われることがありますけど、全く意味が分かりません。全く、何でしょうね、見てるものが偏りすぎてると言いますか。当然、前面に先頭に立っているのは私山本太郎になりますけれども、その背後には、日々、コツコツと、活動を積み重ねてくださっている私たちの支援者、ポスターを貼ったり、友達に話をしたり、コツコツと横に広げてくださっている方々、これがはっきり言ってしまえば、私たちの、力の源泉ですね。おそらく日本で初めてじゃないですか、ボランティアだけの力で市民政党として国政政党になったのは。それが2019年で、これは 2% の得票を得て形になりましたが、それでもガタガタ言う NHK みたいな存在がいますので、 2% しか満たしていないのにテレビには出すわけにいかないとかっていう者たちがいますから、ここはしっかりと 2% と5人といういずれかを満たしていれば、国政政党であることは間違いはございませんけれども、そういった変更報道を許さないためにも、2% の得票と、そして5人の、現役国会議員という、ある意味本当の意味で一人前の国政政党として、私たち今スタートラインに立てたと。そうですね。その勝因は何かというと、私たちを支えてくれている人々の日々の活動、それ以上でも以下でもない、そう考えています。ありがとうございます。それで今後なんですけれども、メンバーが5人になりました。この5人でじゃあ国会で何をしていくのか、NHK の日曜討論に出られるという話もありましたけど、じゃあそこで何を訴えていくのか、令和新選組としてどういうふうに活動を進めていきますか。ありがとうございます。私たちがやるべきことは何かというと、やはり、この国に生きていく上で、不安を抱えないような、生活というものを政治がやはり作っていく必要があるだろうと。簡単に言えば、何があっても心配するな、あなたには国がついている、そういう国づくりをまずは、この5人になったところからスタートさせていく、ということだと思います。具体的に言うならば、この25年の不況、そしてこのコロナというものまで来てしまったことを考えれば、これは積極的な財政以外に考えられません。やれることといえば30兆円、予算を余らせてドヤ顔しているような政治が続くならば、人は死にます、事業者倒れます。だからこそしっかりと、全国津々浦々までお金を回していきながら、徹底的控除で、この国の、人々の生活を支える。もちろん消費税のような大企業の、減税の穴埋めに使われているような、ある意味で
わけのわからない税金を日々私たちは買い物するたびに取られているわけですから、こういったものもなくしていく、当然これ5人という力だけでは難しいので、これにはやはり、他党の消費税に対して 0% にするというような思いを持っている方々多数いらっしゃいますから、こういうところも連携していきながら1ミリでも現実になっていくように、近づけていけるように、やっていくだけのことだと思います。また国会で議運法は出ますか？どうなんですかね、私に聞かれても困ります。勝手にやってるわけじゃないですからね、あの1ヶ月に1回牛歩やりますっていうような祭りみたいな話じゃないんで、あの起こる事象に対して最後の最後まで抵抗した上で、もうそれしかやる方法がないというところでやるというものです。なので、やるかやらないかということを聞かれても困る部分はあるんですけれども、まあ、あの牛歩というのはただ目立ちたくてやってるわけじゃないっていうのはよくわかると思うんです。あのそんなことしなくても目立ってますから申し訳ないけど、あのわざわざそれをやらなきゃいけない理由っていうのは何かって言ったら、やはりあの多くの方々にとって国会の中で何が審議されているのか、でその審議されている法案の裏側には何があるのかっていうことを、おそらく理解されていない方も大勢いらっしゃいます。テレビワイドショーとかでは表面的なことしか伝えないし、新聞をわざわざ購入してそれを見るという人たちの数も減ってるし、それを考えたならばやはり一体何が起こってるのということから、その、法律法案に隠された裏側であったりとかっていうことを自主的に調べてくれる人たち、今とんでもないことが行われていますということに光を当てるための方法の一つでもあると思います。あと野党がちゃんと徹底的に抗っているかということにもつながっていくと思います。そういうことを評価する上で、どうして1人で、どうして2人で、3人でそんなことやってるのということをやはり、感じていただくために、ある意味で1人でやるよりも人数が増えた方が、何でしょうね、その問題、どんなことが起こっているのかということに対して興味を持ってくださる方、そしてどうして3人しかやっていないのということに対して、なんだろうな、対立軸として手を挙げている者たちが徹底的に抗わないという姿も洗い出されると。もちろんこれはもともと私たちに牛歩させるような法案を通している与党に一番責任があるのは言うまでもありません。最後の野党共闘についてお伺いしたいです。あの、まあ、東京8区ではちょっと待ってくださいね、あの単独インタビューみたいな話になってますけど、別に時間取ってもらっていいですか？はい、他の方、はい、そういう会じゃないです。はい、じゃあ次の方、すいませんね、皆さんわざわざ来ていただいてるのに。すいません、こちら側の方はこっちのマイクで質問していることになります。あの、お渡ししますんで。フランス店の及川と申します。端的に2点お伺い、3点かお伺いしたいと思います。1点目が、野党共闘、令和新選組も加わったわけですが、立憲共産党ともに伸びなかったと、その範囲をどうご覧になっているかと、あと枝野さん2点目がどう責任を取るべきかと、あと3点目は内部情報になるんで、これは答えられる範囲でいいんですけども、まあ、各社の世論調査だと大体1つの選挙区500数十サンプルで、議席予想、情勢調査をしてましたけども、あのその情勢調査だと東京も結構危ういっていうデータが出てたんですが、令和は都知事選の時とか前回の参議院選挙の時みたいに、今回もあのサンプル数が例えば一つの選挙区3000とか多いデータを取った上で山本代表は行動されてたのか、まあ、最後はあの内部情報になるんで、あのお答えできなければ構いません。ありがとうございます。私たちが事前に調査したときには、おそらく3000のサンプルは今回取れてません。1000ぐらいかな。大体1000の調査でやってます。はい。その上で、もちろんそれを反映させていきながらの、展開ということになりました。もちろん途中で、その作戦という部分に対して変更があったりっていうのは微調整的なものはありますけれども、基本、それに沿いながら、それによって予測を立てながらという戦い方になりました。で、野党共闘に意味があったのかということですか、1問目は、はい、どうなんですかね、やり方によってはというよりも、あの野党共闘していくってことはもう成功法だと思うんですよ、うん、この一強っていう部分を崩していくということを考えるならば、大きな塊にならなければならないっていうのは、これはもう、間違いなく戦い方として間違ってはいないと思います。
先ほどの質問とちょっとつながっていると思うんですけど、まあ、あの重複する部分だと思うんですけれども、やり方としては間違ってなかった、ただし存在感を示せたかというとやはり、それが結果に現れたんだろうと、どちらかというと薄まってしまった可能性もある、そこに対してはやはりしっかりと、パンチの効いた、もう対立軸がはっきりしたという、もう誰しもが政治に興味もない人たちから見てもがっつりと対立軸が見えてるねっていうようなところ、やっぱ打ち出していくべきだっただろうと、それをメインにですね、要は薄まってしまうってことです。数々のものを打ち出すことによって、もちろん政策は幅広いわけですから、多岐にわたるわけだから当然いろんな政策があるよっていうのも分かりますけど、一番大きな柱として掲げるものに関してはその対立の軸としてのやはり私は経済政策という